どうもこんにちは。オクテットメンズアクションチャンネルのムンです。今日はですね、極上のブラックジャケット紹介していこうかなと思います。オクテットチャンネル。ということでね、今日はね、冒頭でも話した通りなんですけど、ちょっとね、久々に新作をね、紹介していこうかなと思っています。はい。ということで、今日はね、ジャケットの紹介なんですけど、まあもうね、見てわかりですよね。これね、ブートニエル。はい。ということは、という感じで、まあ、ラルディーニさんです。はい。まあ、うちでもね、すごくこう、やっぱりね、ラルディーニ人気なんで、紹介して、まあ、なくなっちゃう分にはまだいいんですけど、紹介する前にね、なくなっちゃうっていうのがね、なかなか、辛いですね。うん。なので、まあ、結構こう、早め早めにね、上げていこうかなという感じです。まあ、実を言いますと、このジャケットももうね、一サイズなくなってしまってるんですけども、まあ、まだあるのでね、紹介していきます。今日はね、その前にね、この黒のジャケット、これのちょっと魅力について少しだけね、話したいなと思ってます。まあ、黒のジャケットだったりとか、あと黒のスラックスとかもそうなんですけど、まあ、黒っていうね、色って本来のクラシックなアイテムの中では、あまりこう良しとされてない色なんですよね。うん。まあ、聞いたことあるかもわかんないんですけど、やっぱり黒ってどちらかというと、こうフォーマルなね、シーンで着るものだったりとか、すごく特別な時に着るっていうのがブラックっていうね、まあ、こう昔からのね、まあ、位置づけっていうのがあるので、まあ、黒っていうアイテムって意外とこうクラシックなこの業界の中では、まあ、場合によっては良しとされてない時っていうのも結構あるんですよね。うん。ただね、やっぱり今回も紹介しますけど、こういうね、黒のジャケットだったりとか、黒のスラックスだったりとか、そういった風に、まあ、クラシックなアイテムなんですけど、スーツとかじゃなくって、ジャケットすらとかってこう単体になると、やっぱ黒ってすごい使いやすいなっていう風にね、思うんですよね。まあ、黒のアイテムって着るだけで、まあ、クラシックなアイテムなんですけど、例えばこう茶のジャケットとかに比べると、一気に都会的に見えて、すごくね、モダンに見えるっていうのがあります。なので、まあ、ガチガチにクラシックな雰囲気だけじゃなくって、もっとこうカジュアルにね、使い回しができたりだとか、そういったこともあるので、やっぱりこういう黒のね、今回のジャケットっていうのは、まあ、大人の男性であればね、すごくこう幅を広げる意味合いでも、ぜひ一着はね、持っておいてほしいアイテムじゃないかなと思います。そして、持つのであればね、まあ、こう、僕もそうなんですけど、まあ、クラシックなね、格好もするし、カジュアルな格好もするしっていうので、まあ、両方ね、賄えたらいいんじゃないかなと思います。なので、どっちかに寄りすぎるジャケットよりかは、もうこれあればどんなスタイルにも合うっていうようなブラックの汎用性の高いジャケット、いいものを一着。これがね、あるとやっぱりいいかなと思うので、今日紹介するのはまさにそんなジャケットじゃないかなと思います。ということで、このね、ラルディーニの黒ジャケット、今から詳しく紹介しようかなと思います。はい、ということでね、今ね、こんな感じでちょっと着てみました。はい、すごくね、これかっこいいんですよね。ちょっと今からね、詳しく紹介していこうかなと思うんですけど、まずはね、この見え方見てくださいね。すごい綺麗ですよね。まあ、この辺はもうラルディーニさんなので、仕立てはもう言うことがないのかなと思います。まあ、着ていただけると一番いいかなと思うんですけど、すごくね、肩周りもリラックスされてるし、それでいてね、このラペルとかの立体感っていうのはきちんと確保されてる。やっぱりこう、モダンとクラシックのね、うまく混ざり合ったジャケットなので、すごい形は綺麗だと思います。はい。それを踏まえた上で、今回のこの黒のジャケットの特別な点は、まずは一つ目、生地ですね。はい。この生地がね、今回のアイテムはね、すごい、まあ、特徴的なんですよね。はい。まあ、パッと見だと多分普通の黒ジャケットで見えるかもしれないんですけど、生地をね、こんな感じでね、寄りで見てみると、ちょっとね、こう、デコボコした凹凸があるんですよね。はい。これがね、僕も見た時すごい変わってるなと思ったんですけど、これ、ムーウェアっていう生地になってます。はい。で、ムーウェアのムーっていうのは、一応ね、ムーブ、ムービング みたいなところから撮ってて、まあ、なんでこう、ちょっとね、動くみたいな、アクティブみたいな雰囲気で、認識してもらえるといいかなと思います。まあ、具体的にはね、これ一応今年からの記事になってまして、ラルディーニがサプライヤーとね、共同開発した新しい記事になってます。はい。で、この記事なんですけど、まあ、まずね、ラルディーニのね、こう、ジャケットっていうと、
結構こう、有名なのはね、クラシックなのももちろんね、すごくいいんですが、どっちかというとやっぱニットジャケットとか、こうシャツジャケットみたいな感じで、結構カジュアル寄りで、まあ生地もそれこそニットみたいなね、アイテムが多いんですけど、これ別にニットってわけじゃないんですよね。けど、折り柄だけ見ちゃうと、すごいこうニットにも見えるような、そういった素材感、結構独特かなと思います。で、生地なんですけど、ウール、それからコットン、で、あとね、ポリウレタンが 1% だけ入ってるという感じで、まあ、3種類のこう生地、まあ、種類、糸が、まあ、混合されたね、素材になってます。はい。これね、そのムーヤというだけあって、すごいね、なんていうのかな。着やすいのはまあもちろんなんですが、やっぱ伸びるんですよね。うん。でも、ポリウレタン 1% なんで、別にそんなに本来ならね、こうめちゃんこ伸びるような感じでもないんですけど、まあなんかすごく伸びるっていうね、ちょっと不思議な感じです。僕自身も。はい。で、これ着てって思うのは、多分これシワもそんなならないですね。なっても多分すぐ伸びるんじゃないかなと思います。まあ戻るっていう感じですね。で、こう実際にね、こう触ったこの生地感なんですけど、まあ結構やっぱ独特というか、なんかこう、まあ独特の雰囲気がありますよね。まあ、ウールが言ってもね、半数以上は占めてるので、結構ウールの素材感はありつつも、まあ、そんなにこう、毛羽感がやっぱあるわけじゃないですよね。うん。でも、こう、ラリーのウール100とかに比べると、なんならこっちの方がちょっと生地厚いのかなぐらいで、若干こう、生地のボリュームっていうのはね、感じます。はい。そういったね、ちょっと変わった生地感です。着た感じとしては、まあちょっとだけ生地厚めなんですけど、それがね、この折り柄とも相まって、すごくちょっとカジュアルな印象も出せてるのかなと思います。うん。まあこれなら多分3シーズンぐらい、3シーズンぐらいは全然着ていただけるのかなっていうね、そんなジャケットになってますね。で、やっぱね、これ何よりも、この伸びる。本当に伸びますね。すごく着やすいです。で、肩周りとかもね、それなりに確保してるんですけど、形は結構、細め、綺麗なので、すごいね、僕これ一応、4パチなくなっちゃったんで50着てるんですけど、多分これ50でも全然いいかな、っていう風にね、感じます。で、今回のね、このジャケット、具体的な仕様ですね。はい。まあ、まずは、このラペルの部分、まあ、ボタンかな。ボタンなんですけど、いつも通りですね、段返りの三つボタンっていう感じで、一番ね、綺麗な形かなと思います。はい。まあこんな感じでボタン一つ閉めてもすごくね、キュート、綺麗で美しい感じかなと思います。うん、で、まあラペルはね、まあもちろんノッチドラペルでそんなに太くないです。ちょっとモダンな雰囲気ですね。でポケットはね、こんな感じでパッチポケット。まあこの辺もいつも通りっていう感じですね。はい。で、結構個人的にすごくいいなと思った点は、ここですね、ここ。はい、見てくださいね。まあ袖なんですけど、これアンフィニッシュになってるんですよね。うん。で、ラルディーニのね、さっきの話、シャツジャケットとかニットジャケットだと、まあ、やっぱりここも、そのシャツ袖みたいになってるじゃないですか。こう、まあ、なんでボタンがなくって、その分ボタンないので、ちょっとカジュアルで、まあ、まくることも容易にできますよ。っていうようなね、お袖になってることが結構多いんですけど、今回のこのジャケットのポイントは僕、ここじゃないかなと思ってて、もうすごくね、これまあ、一番ベーシックっちゃベーシックなんですけど、アンフィニッシュになってる、ことで、ボタンをね、つけることがね、まあ当然なんですけど、できます。はい。で、これ個人的にはすごくね、いいなって思うポイントで、まあ、さっきの話、僕結構クラシックなね、スタイルとかもするんですよね。なんで、カジュアルだけじゃなくって、まあちょっとこうクラシックな雰囲気とか出した時に、やっぱりこの、ここにね、ボタンあるかないかとかで、結構ジャケットの雰囲気って変わってくるんで、ここにボタンあることで、やっぱりね、そっちでもすごく振りやすくなるんじゃないかなと思います。それからね、ベントなんですけど、ベントもね、まあこんな感じで、サイドベンツになってます。この辺も、場合によってはノーベントのものとかもあるんですけど、結構この辺もクラシックにね、できてますね。サイドベンツという感じです。ということでね、まあジャケットの大まかなディティールっていうのは、こんな感じです。はい。で、これ踏まえた上で、僕やっぱりこのジャケットいいなと思うのは、さっきの話、すごくね、こう、ちょっとドレスな感じとカジュアルな感じ、両方ともいけると思うんですよね。例えば、僕のね、今日みたいなスタイルで、サイドゴアにブラックデニムで、中ね、モックネック着て、で、ジャケット羽織るっていうね。まあ、どっちかというと、こう、カジュアルにね、落とし込んだスタイルなんですけど、こういうスタイルでも、バッチリですよね。はい。まあ、このジャケットの特有のね、さっきのムーヴィアの生地感も、結構カジュアルな雰囲気でもすごく相性いいなと思うので、すごいね、馴染んでるんじゃないかなと思います。
で、これをね、例えばね、インナー変えてシャツにしてあげてももちろん全然 OK ですし、なんだったらバチッとね、ウールスラックスとか履いてあげてネクタイを締めてこのジャケットを羽織る、それでも全然いけるんじゃないかなと思います。まあ、ラルディーニさんだったら結構ニットジャケットとかでも綺麗なんでネクタイしても合うんですけど、でもやっぱりね、僕はもうちょっとこうテイラードなものでネクタイするときはしっかり合わせたいなっていう時もねあるんですよね。という感じでね、結構僕もクラシックと、まあ、カジュアル両方ともやるので、これだったら本当に両方いけるんじゃないかなと思います。まあ生地感が若干カジュアルなんですけど、ディテールがねしっかりとこうクラシック抑えられているので、本当に両方ともね触れる、そんな感じのジャケットに仕上がってるんじゃないかなと思います。なのでね、まあ、そういった意味でもまあ究極の一着じゃないですけども、どっちにも触れてなおかつ両方ともすごいかっこいいっていうところでは、この一着さえあればね全部賄えるかなと思うので、黒ジャケットはね結構今年はこれをおすすめしたいなと思います。ということでね、今日ね紹介したアイテムは全部ね概要欄に貼っておくので、気になる方はねぜひそちらから見ていただければ嬉しいなと思います。ということでね、僕らの動画は、毎日8時に動画を更新してます。ぜひ気に入っていただければチャンネル登録をお願いします。ということで、デムでした。バイバイ。